アシュレイディオ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日は早速質問を。おー、ええね、朝から。いきなり。ちょっと面白い質問来てまして。ほう。新しい区ができるとして。区？区。東京24区目ができるとして、アシナさんがその区長になったら、うん、名前と政策。名前から？まあ、名前はまあいいと思う。政策じゃないですか、どっちかっていうと。気になってるのは。なるほど。政治。なるほど。政治家とか考えたことあるんですか？あるよ。ほう。もちろん。名前どうしようかな。もう場所は大体決まってるよ。お。場所は大体決まってんだけど、はい、あれちょっと地図見ていい？はい。場所はね、あそこら辺だなってのも決まってるんですよ。ほう。どこら辺ですか？東京でしょ？はい。あ、もう極めて西。極めて西。うん。だからもう八王子とか、はい、あそこら辺だよね。どこまでが東京だか分かんないけど、八王子だともう山梨に近い。うん、八王子とかかな。いや、それか、ちょっと待ってね。これどこまでが東京なんだ。ああ、八王子のちょっと南ぐらいまでか。僕が無知なんですけど、うん、市と区って何が違うんですか？知らん。東京23区っていう名前の市なんですかね、ある意味。何なんだろうね、なんで23区なんだろうね。なんか福岡とかも、あの区のとこ、区がある県とない県あるじゃないですか。あれも何が違うんですか？人口じゃない。あ、人口が多すぎて配分したんじゃない。ああ、なるほど、うん、一つの市の、だから多分その市がやるべきこととか、市が国に報告することとかが あると思うんだけど、うん、だから区は市に報告するとか、区は都に報告するとか、うん、その、ああ、なるほど。あれが違うんじゃない？じゃないとオペレーションできないとかっていうのが多分最初はそうだったんじゃない？段階を一個増やしてるわけですね。でも今とか別になんかもう、多分そこら辺の管理、オペレーションシステムは多分大丈夫だと思うから、はい、いいんだけど、まあ八王子とか、うん、あとは、本当は東京限定なんだっけ？まあ限定じゃなくてもいいんじゃないですか。本当はね、なんだろう、海老名とか厚木とか箱根とか、ほう、あそこら辺に作りたい。おお、うん、だ富士山のちょっと東南、うん、南東ら辺に、はいはい、作りたいね。まあ名前は、大自然区。それなんか環境保護区みたいな名前の区になってる。大自然区。だからやっぱりその自然と教育じゃない？はいはい。自然と教育で、もう富裕層限定の、もうお金持ちしか入れない区。お、港区よりも平均所得の、港区の3倍くらい所得の高い区を作るかな。でそこら辺の山を全部切り開いて、あの施設を作る。おお。リトリートとかではなくても、教育機関なんかそのワンデイとか、うん、なんか2日間3日間とかでなんかこういう学びの機会だったりとか、うん、瞑想をしたりとか、うん、なんかアクティビティをしたりとか、うん、なんかそういう一大人が観光としてとか、うん、一イベントとして行く。あ、それも作る。だからホテルをまず1個作って、でその周りにホテルを3つぐらい誘致して、うん、で勝手その周りに勝手にホテルが開発されていって、うん、であとは、学校を1個作る、うん、でそこの学校に入学したいっていう金持ちが来る、うん、学費が高いみたいな。学費が高いでもめっちゃいいみたいな、うん、くらいじゃない？どういう教育をするんですか、その学費が高い学校は。まあ全部英語。ほう。で自分の頭で考えるバカ野郎っていうのと、うん、あとはその美術とか工作とかスポーツとか、そういう体と頭を使わせるものをひたすらやるっていう、うん、おで、あとはなんかその参加者を教えるっていう。ああ、参加者、うん、子供で参加者とか、子供が参加者を身につけてしまったら
逆に可愛くなくなりそうですけど。あ、大丈夫、それ自己責任なんで。そう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 。太郎くんに殴られた、でもまあ殴られる自分が嬉しいみたいな。いや泣けよって思いますよね、大人からしたら。じゃあ殴られないためになんかこういう風にしていいみたいな。いや課題はこうでとか言われたらちょっと可愛くないですよ。でもまあ基礎自然。でもなんか英語教育もまた大事なんだけど、うん、英語なんていつでも喋れるから、うん、日本語教育すげえ大事なんだって。日本語やっぱ深いからさ、うん、なんか人間の思考って自分の言語レベル以上には深く考えられないって言うんだけど、うん、で日本語ってさ、ニュアンスとかさ、わびさびとかさ、うん、わざと主語を言わないとかさ、うん、いろんなテクニックがあるから、やっぱ日本語を学んでると英語はすぐ喋れると思うんだよ、うん、言語の文化とかサウンドが違いすぎるけど、うん、なんか僕最近、まあなんかいろんな人と話をしたりとか、人が話をしてる動画を見たりするんですけど、うわこの人頭いいなって思うときに、なんか数字で難しい話をしてるとかいうよりも、なんかその日本語の使い方が上手い人がやっぱ頭いいなって思うことが多いですね、うんうんうん、弁護士とかもそうだね、うん、契約書とかあんま読まないでしょ。読まないです。契約書ってマジであの日本語だから、日本語だから、ね、うん、あれはすごいわ。なんかなんかあの宅建とかの資格も、うん、暗記芸でもあるんだけど、うん、日本語って言ってましたね。なんかその日本語読めたら解けるみたいな、そのまあ、日本語を読めてなおかつ覚えてないと解けないっていう、うんうん、だからそのなんとかなんと、なんとか宅地業法の場合、なんとかの場合を除き、なんとかである限り、なんとかであるということをあのオツの攻めに従い、なんとかしないことをなんとかする、うん、丸川さんが言ってます。どっちだみたいな。その限りではないとか言われてそうそうそうって言ってましたよ、宅建受けた人は。日本語もむずい、うん、多分あの司法試験とかもそうだと思うんですけどね、うん、で話す言葉の日本語が上手な人とか、うわそういう表現するんだ、その単語をすんなり使うんだっていう時に頭いいなって感じちゃいますね、うんうん、私も難しい単語を言ってるかどうかというよりも、あと契約書的な表現とかね、うん、日常生活でその限りではないとか言ってたら面白い、うん、なんか日本語やっぱ大事、なんか見え方変わりますね、うん、うまく使ってる人使ってない人で。日本語教育やっぱなんか活字に触れるのは大事なんですかね。いやどうなんだろうね。なんかまあそれ僕は国語がめちゃめちゃ苦手だったから分かんない。僕も苦手なんですけど、ただまあなんか以前のラジオでも話したんですけど、やっぱ出てる本、人が書いたコラムとかではなくて、うん、もう出版されてる本ってやっぱりその出版社がちゃんと校閲をしてるじゃないですか、うん、で正しい日本語が使われてるんで、うん、なんかその本の内容どうこうもそうなんですけど、あこうやって表現するのが正しいんだとか、正しい日本語に触れてると普段間違った日本語を聞いた時に違和感を抱けるとかがあるんで、うん、本って大読みやすい本と読みにくい本あるよね。でもね、あ僕本2冊出したんだけど、はい、あれはもう全部書いたから僕が、おー、マジで死ぬと思った、エネルギー的に。だからめっちゃ読みやすいと思う、うん、僕って多分その言葉というかその正しい正しくないとかっていうことのプロっていうよりも、うん、その言葉のサウンドを司るプロだから、はい、多分僕のツイッターとかめっちゃ読みやすいと思うんだよ、うん、であれってその言葉をその活字を見た時にどういうサウンドが頭の中に入ってるかっていうところまでデザインしてるから、うん、あれがない本とかってめっちゃ読みづらいんだよ。あただでさえ活字が読めないから、うん、そこまでトリッキーに来られると辛いね、やっぱり。アシナさんのアッシュ何でしたっけ、ブログ、アッシュライフ、アッシュライフ、うん、あれ結構行間とかめっちゃ開けてるイメージあるんですけど、うんうん、あれは工夫、アシナさんなりの工夫なんですか。リズム、おお。目に入ってくるリズムってことですか、うん、スクロールで、うん、なるほど、そこもやっぱ工夫してるんですね、うん、本書くってどんぐらい期間かかりました。最初本を書くときっていうのは一般的には
取材が入るんですよ、はい、芦田さんちょっと本を出したいんですって言われて、うん、ライターがつくんで大丈夫です、芦田さんそんな大変じゃないんで、うん、みたいな。で、ね10時間ぐらいの取材があるの。ほう。多分2時間かける5セットみたいな、うん、2時間の取材が多分1ヶ月2ヶ月の間に5回に分けて行われるっていう、うん、で、それをもとに編集者っていう人がその本をどういうその何チャプターを作っていくかっていうことをなんかこう決めるわけ、うん、その章立てをするわけ、うん、でそこに当てはまっていって、だから10時間2時間のインタビューを5日間受けるともう本出来上がるわけ。もう勝手にできてるの。あ、一般的な本ってその形が多いんですよ。そうだよ、だから野村克也とか野村監督って死ぬほど本出してんだけど、確かにあの人一回も執筆しないよ多分。あ、多分そうっすね。そう、インタビューして、あ、インタビューさせてもらってもいいですか、はい出版、はい出版、1ヶ月に5冊ぐらい出たりするんだよ、全盛期とかね。インタビュー録みたいなところありますよね。そう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 。で、それが売れちゃうもんだからみんな出版社やらせてください、やらせてください。あ、で、僕はなんかそのできました、できたんだけど、うん、やっぱりその音のリズムが全然僕と違うし、うん、あとはその言葉の表現とかも違うし、うん、で、あとはそのライターってやっぱこうライターが思う こういう表現のが面白いっていうのが来るから、うんうん、僕とその大喜利のセンスが合わないときに全然面白くないし、これってなっちゃうわけよ、うんうん、なんかやっぱライターはライターとか出版社は出版社で僕のイメージがあるじゃん、うん、でもそのライターが思ってる僕のイメージと僕の本質全然違うから、うん、なんか僕がその時思ったのは何としても客を取るんだ、いや僕こんな表現絶対しないからっていうのをもう全部もう頭からつま先まで全部書き換えて、あ、全部書き換えたよ本当に。チャプターはそれに従って、うん、チャプターとかそのショーで言いたいことみたいな全部、うん、あれしながら全部表現を書いてますね。ミリオネアとかも全部僕が書いてるからね。ああ書いてますね。あれももともとあって原稿上がってくるやつをまあおおよそそのチャプター通りに全部最初から僕が書き直すから、うん、リズムがいいんだよね。アシナさんが思うこの人の文章読みやすいなとかあるんですか、なんか有名人。めっちゃある。好きな横川さんっていう、はい、僕が一番最初に僕がさ窓際でさスーツです、あー、はい、微笑んでこれ、はい、あの記事を書いた人、はい、あの記事を書いた人が僕が今まで会ったライターさんの中で一番天才。へえ、あれは記事の写真なんですか。あれ記事の写真だよ、あの記事があるんだよ。あれ調べたら出てくるんですか。出てくる。芦田祐介電通辞めて年収17倍っていう記事があるんだけど、はい、あれであの記事と写真がバズったんだけど、はいはいはい。で、あの文章は僕ノーチェック、チェックゼロで出してる。あ、もう、あ、見たけど、そう、一応そのもう明日リリースされる予定なんで見てから確認してください。あ、いいですよ。うん、あ、すごい。へえ。で、一番最初はその人と仕事したの、起業した時。ああ、そうなんですね。その人にライターさんをやってもらって、その営業マンとか経営者の人のプロフィールを作るっていうデザインとかコンサルティングの仕事に、ああ、はいはいはい。その人にお願いしてライター、うちのライターやってください。うん。めちゃめちゃ高かったけどね。ちょっと読んでみよう。ありがとうございました。ありがとうございました。